さあ今日もやっていこう。さあ、あのね、俺これスプラトゥーンやるときなんかランクがねよく低い人とばっかね最近マッチするなーって思ってたんですよ。そしたらね、なんかこれプレイスタイルが似てる人同士で、ランクとか関係なく、もうプレイスタイル似てる、プレイスタイルが似てる人同士がなんかマッチングしやすいシステムらしいですね、どうやら。俺初めて知ったんですけど、だからキル数とかをあんまりなんか人殺さないプレイスタイル、人殺さないで塗りに徹する人たち同士がマッチングしやすくなって、逆にもう人殺しまくってなんかキル数がやばい奴ら同士の、何、ガチでキル数重視の人同士がなんかマッチングするみたいな、そういうシステムらしいんですよ。スプリンクルに負ければ、やばい、逃げろ、相手選手。そういうわけでね、今日やっていきます。まあね、俺はね、そんなね、キル数は重視しない、ね、感じで、そんなね、キル数をね、重視するようなね、野蛮な人種じゃないんでね、俺はね、野蛮な方々と一緒にされてもらっては困るぞと。俺はね、まあ、そんな感じでプレイスタイルで今日もやっていきましょう。やっぱ平和主義なんでね、アイノ選手さんね、もう平和主義なんで、ちょっともう争い事とか好まないんで、もう本当にね、だから影からね、こうやってね、塗っていこうかな、みたいな感じですね。まあ、これが結局、最強の理論ってことだよ、お前ら。おら、かかってこいや、どうしたんだよ、俺様。おい、セミ方。一緒に塗り上げようぜ、この世界を、黄色くな。あ、俺のスプリンクラー壊れてんじゃん。うわぁ、誰のスプリンクラー、いらないよ。ここにスプリンクラーつけるの熱いんでね。これ、ASSP 三式なんでね、これ。もうとにかくね、高いところにね、スプリンクラーつけちゃえば、もうこっちの勝ちなんで、てか、よくね、結構押してる、ドロロロ、バカがーいーキル数重視しないけど、誰がお前らを倒さないと言った？もうやたち、俺様のパブロが怖えか。おいおい、どこ塗ってんだよ。俺様はこっちなんだよ。おい、ちゃんと前見て塗らなきゃダメだぞ、もうや。この辺も塗っちゃうもんね。相手の陣地に落として直接倒していく。よし。オーケー。何もね、キル数あんま取らないからってね。殺さないってわけじゃねえからよ。あ、ここ何？道路あるんだ、知らなかった。左見て。俺今知ったんだけど、初めて。左車走ってるやん、ここ。いやー、ちょっと待って。俺は今世紀最大の発見。これは今世紀最大の発見ですね。やめろ。あ、もう勝っただろ、もう。あいのせい。うわー、よしぬれ。最後に言って、クソスペシャル間に合わなかった、クソー。でもこれいい、これ勝った、これ勝った、よしこれはでかいぞ、貢献した。俺がチームになった時点で俺のこの黄色チームの勝ちなんだよ。はい、というわけでありがとうございました。さあやっていくか、デカライン降下した。ここを今日も俺色に染め上げてやればいいってわけだ。かかってこいよ。おー、パブロが3人、これは勝ち確、これは勝ち確すぎる。行くぞ、パブロ3兄弟。パブロ、一番上もパブロ、パブロ、一番下もパブロ、パブロ、間に挟まれ、パブロ、パブロ、SSP3 式。パブロ3兄弟。パブロさ、溜まったらもう直接、相手がいそうなところに落としていこう。もうこれで直接、相手をノックアウトしていくっていうスタイルだから、誰も倒せなかったから。まあ、いや、なに、どこから後ろに、気をつけて。やばい、パブロ3兄弟のピンチだ。お前らはピンチだ。やばい。俺がいるからには安心する。パブロ3兄弟の長なんですよ。俺が今日から長。俺が今日からパブロ3兄弟。おい、お前ら行くぜ。パブロの力。パブロの恐ろしさ。パブロの恐ろしさ。全国に。やばい、助けて、弟。助けて。やばい、弟。助けろ、やばい。逃げんじゃねえぞ。よし、任せろ。お兄ちゃんに任せないだ。お兄ちゃんのロケットに任せろ。これで駆逐していけよ。あ、どこから？
あー、あゆつんだったのか、結局下にいたっぽいな。いけ、お兄ちゃんが活路を開いてやった。サブロさん兄弟、今こそ出陣の時だよ。だからこの辺も塗っとけば、後々ね、後々この塗りがでかいんでね、後々これが、これでまず、勝敗を分けるんでね、これが。なんかいっぱいんな、バブルの強さを思い知らす時が来たよ、おめえら。なあ、行くぜ、行くぜ、行くよ、そっちを勝手に塗るな。よし、今のうちに行かせていただこう。さらばは聞こうら。やばいやばいやばい、うわぁ、助けて、うわぁ、いない、今、アイドルしません、アイドルしません。助けて、うわぁ、来てる来てる、助けて、助けて、助けて。逃げろー、逃げろー、逃げろー、アイドルここで打たせていただこう。そこだ、おら、おばら、死ねー。まずはこうやって地味に自分を見る。なに、安心しろ、反撃の時はある。今は耐えるんだ、今は耐えるんだ、後で必ず反撃の時が来る。 ASSP 組織、うわ、ブネクソ、逃げたね、逃げたんだよ、俺は逃げたんだよ。やばいやばいやばい、マジやばいぞ。ちょっと待って、落ち着け落ち着けば、なんとかなる。なんせ俺らは世界最強だ。マブロ三兄弟に一撃に行こうと思ったら、愚かなやつだ。さあ、電信柱にね、電信柱に仕掛けるの ASSP4 式なんだよ。もう ASSP4 式にしますか。とりあえず高いところに仕掛けるのがね、今一番熱いんでね。やめた、足りない、助けて。よし、これでロケット溜めて真ん中に落としていく。真ん中に落として、やばいやばいやばい、来てる来てる来てる。ここをかいくぐって、とりあえずちょっとでも、あとちょっと、奥、あ、その一瞬、奥、ぬるいぬる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 、くそー、どうだこれ、どうだどうだパワプロ3兄弟の力を見せてやるんだよ。あれ、終わんねえじゃねえかよ、終わんねえじゃねえかよ。よし、終われよ。どうだ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 、これ、どうだどうだ、うわー、パワプロ3兄弟、くそー、神武器パブロマンが、神武器パブロマンが破れていく。くそー、お前らもっと塗れよ。それでもパブロかよ、やる気あんのか。お兄ちゃんはゲメチしたよお前ら破門だよ、お前らもう破門。